はい、こんにちは、116インズです。先日マリナーズのエヴァン・ホワイトがまたも手術を受けることになったと球団から発表がありました。ホワイトは今季マイナートリプル A で開幕を迎えたものの、開幕2試合目にゲッツーを回避するために一塁へ全力疾走し、その際に内転筋を負傷。最低でも2ヶ月の離脱がすでに決まっていましたが、手術を受けることとなってしまったことでその離脱期間はさらに延長。マリナーズとしては8月のどこかのタイミングでホワイトの実戦復帰を見込んでいるようですが、これだけの長期離脱となってしまうとマイナーでの調整期間も相当な時間必要となってしまいそうですし、こうなってしまうと今季もメジャーで彼を戦力として計算するのは難しそうかなと。ずっと怪我続きで2021年5月を最後にホワイトはメジャーでのプレーから遠ざかっていますが、今季もプレーできないとなると丸3年近くメジャーの舞台から離れることになってしまうわけで、本当に彼に救いはないのかと思ってしまいます。今回はこのホワイトに関する話を中心にしていこうかなと思っています。2021年以降ホワイトは本当に不憫になるくらい故障に次ぐ故障で、ろくにプレーできていない状態が続いています。2021年5月に左股関節屈筋を痛めて IL に入ると、結局手術が必要であるとの判断から残りのシーズンを全休。翌2022年は今度は開幕前にスポーツヘルニアの手術を受けて再び長期離脱となると、マイナーで何度か実戦復帰は果たしたものの、なかなか守備につけるほど万全な状態とはならなかったりですとか、またそもそも別の怪我を負ってしまうなどで調整は思ったようにスムーズには進まず、結局昨年もメジャーでの出場はゼロ。今季こそと思って迎えた2023年も、先ほど触れました通り、トリプル A 開幕2試合で内転筋を痛めてしまって離脱が決まると、そして今回の手術でシーズンの大半をまたも棒に振ってしまうと、ホワイトが最初に怪我をした2021年5月当時、マリナーズファーストのレギュラーは彼で、またチームとしても長期間それが続くものと思い描いていたでしょうが、ホワイトがいない間に今やタイフランスのファーストでの地位は揺るぎないものとなっていますし、マイナーでもまともにプレーできていないことも含めて、ホワイトのチーム内での立ち位置は極めて危ういものとなってしまっているかもしれません。2017年ドラフト全体17位指名を受け、チームの未来を担うはずだった人材がこれほどまでに怪我に悩まされている現状は、何と言いましょうか、歯がゆいものがあります。ドラフト当時からファースト守備やゴールドグラブ賞級との評価を受ける程度にはアスレチックさがあり、バッティングに関してもマイナーで少しずつ成長の兆しを見せ、2019年にはバッターには厳しい環境として知られるアーカンソーで結果を残したことも非常にポジティブな成長と思っていました。おそらくマリナーズもホワイトの未来を同じくらい明るく考えていたことでしょう。彼がまだメジャーデビューする前の2019年11月にマリナーズはホワイトと6年総額2400万ドルという異例の長期契約を結びまして、チームのこれからのファーストはホワイトであるとある種宣言すると、2020年からファーストのレギュラーとして彼を据え、守備に関しては前評判通りの優秀さで新人ながらゴールドグラブ賞を受賞。バッティングがレベルアップすれば攻守に大きな貢献が見込める選手になると思ったんですが、まさか怪我でこれほどまでに長期間試合に出られないとは、現実はそう甘くはなかったようです。ホワイトを見ているとデビュー前の長期契約は本当に難しいなと実感させられます。 MLB デビュー前にチームと契約延長した選手はホワイトを含めて過去に5人いますが、アストロズと長期契約したジョン・シングルトン、フィリーズと長期契約したスコット・キンガリーも、今のホワイトと同様にチームが期待していたようにはメジャーで結果を残すことができていません。この中ではロバートが今のところ胸を張って成功と言えそうですが、とはいえいくらトッププロスペクトと呼ばれる存在の選手であっても、野球選手の未来は不確実性の要素が強く、長期契約を結んだ甲斐があったような選手になるかどうかの予測が難しいことがよくわかります。デビュー前ということでメジャーでのパフォーマンスに関するデータが全くないのも、また予測を難しくさせている側面はあるでしょう。ただ一方でこういったデビュー前の長期契約はチームと選手双方にとって考え方によっては十分リスクを取る価値のあるものでもあると言えます。チーム側としては有望な選手を比較的安めの金額で長期間囲い込めることが何よりのメリットであり、契約に FA イヤーをカバーするオプションも盛り込むことができれば、チームが保有できる期間をさらに伸ばすこともできます。MLB での活躍を確認してからの契約延長ですと、その活躍度合いによってはなかなか金額や契約期間の面でこれほどまでに安くかつ長く契約することは難しいですからね。またデビュー前なので選手の成長面に大きな不確実性はあれど、ウィンザボリプレイスメントで1を得るのに市場では800万ドルから850万ドル程度必要と言われている中、市場で同じレベルの活躍ができそうな選手を連れてくることを考えたら、はるかに安価に済む可能性もあり、かつ想定していたように成長しない契約が失敗したとしても、サンクコストになるのはせいぜい年数百万ドル程度と、 MLB レベルの球団からすれば大きな金額でもないことから、リスクが低めの割にはリターンが高い割の良さもあります。加えて契約延長しなかった場合には、順調にプレーを続ければいずれ年俸調停のプロセスを挟むことになりますが、年俸が選手のパフォーマンスに依存することから将来の支出の見込みが立てにくく、この点早い段階で長期契約してしまえばその見通しが立ちやすい点もメリットと言えそうです。
選手側からしても今後の活躍次第では将来の大金をいくらか捨てることにはなるかもしれないけれども、それでも数千万ドルという人生を変える大金をパフォーマンスによらずに受け取れる点で大きなメリットがあり、金銭的な成功がデビュー前から約束される利点は大きそうかなと。ホワイトは長期契約した当時他の選手からもったいないことをしたみたいに言われたようですが、今同じことを言う人は多分いないですからね。それだけ野球選手が将来どうなるかなんてわからないわけで、不確実な未来にかけるよりも今確実に得られるお金を重視する考えもあるかと思います。この他デビュー前に長期契約を結んでしまえばチーム側も無理に FA 取得を遅らせるためにサービスタイム操作する必要がなくなりますので、不当にマイナーに幽閉される可能性が減る点でも意味はありそうですかね。こういった点をモチベーションとしてデビュー前にもかかわらず双方長期契約に動き、そしてこれまで5人の選手の契約がまとまったと考えることができるでしょうか。ホワイトなどの例はチーム側もリスクを取ったけど結果的にうまくいかなかった、一方でロバートのように長期契約してよかったよねと思えるケースもありますので、やはりこの類の契約が悪いとは完全には言えないのかなと。最近ではワンダーフランコやフリオロドリゲス、マイケルハリス2世などのようにサービスタイム1年未満で早々に契約延長するケースも増えてきましたが、発想自体はデビュー前に長期契約を結ぶケースと同じだとは思います。ただロバート以降 MLB デビュー前に長期契約を結んだ選手は出てきていませんので、今のトレンドは早いうちに囲い込みはするけれども、一定 MLB で通用しそうか確認のプロセスは多少挟みたいというのがチーム側の考え方のトレンドでしょうか。全く MLB でのプレーに関する情報がないのと比べたらいくらか計算しやすい側面はもしかしたらあるのかもしれません。まあそれでも将来に関しての予想は相当に難しいことには変わりはないとは思いますけどね。中小マーケットのチームが自前の若手スター選手を長期間チームに留めるためには金銭面の問題から早い段階で契約延長してしまうほかないですので、将来に関するリスクは当然ありながらもそのリスクを取らないことには残せないため、リスクテイクせざるを得ない部分もあるでしょうか。いろいろと批判もある長期契約ですが、それが良かったか悪かったかの判断は結局のところ結果論でしか論じることができませんので、なかなか評価は難しいところもあるかと思います。ホワイトとマリナーズの長期契約に関しても契約当時はうまくいくことを願っていたんですけれども、まあこういったことも起きてしまうのが野球の難しさという感じでしょうね。ホワイトとマリナーズの長期契約は今季が終われば早いもので残すところはあと2年、来年の年俸が700万ドル、再来年の年俸が800万ドルと一定レベル以上のメジャーリーガーが受け取る金額とだんだんなっていきます。これだけの試合を欠場しているため望みが徐々に薄くなってきているのが極めて残念ではありますが、残りの2年間でウィンザーオリプレイスメントで3くらい稼げればマーケットで同レベルの選手を獲得したと思えば、まあほぼトントンくらいの支出にはなりますので、今度こそ怪我をしっかりと治してもらってまたフィールドにホワイトが元気に戻ってくる日を待ちたいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。